節分や豆まく声は遠くなり。最近はご近所でも豆をまく声は聞くことがなくなりました。昔を懐かしんでいる節分の日です。デパートにインフル怖く足向かず。インフルエンザが流行しているので、バーゲンに行きたくても足が向きません。